1957年時点のティーモーにおけるラインマイン。薄青はティーサフィール。ラインマイン、後に改名してバンベートーベンはオランダのアムステルダムとドイツのボン、フランクフルトアムマインあるいはニュルンベルクを結んでいた国際列車である。1953年にドイツ連邦鉄道の国内列車、ラインマインとして運行を開始し、1956年からは 国際列車となった。1972年にバンベートーベンと改名、1983年に廃止された。1957年から1979年までは T であり、その後はインターシティとなった。なお、バンベートーベンという名前は、ドイツ国内のインターシティの列車名として1985年から集団を挟みつつ2002年まで用いられていた。 列車名、ラインマインは、沿線の二つの川にちなむ。改名後の、バンベートーベンは、ボン出身の作曲家、ルートビヒ・バンベートーベンに由来する。ラインマインは1953年5月17日、フランクフルトアムマインとドルトムントウマインズ、コブレンツ、ボン、ケルン、デュッセルドルフなどを経由して結ぶ西ドイツ国鉄の特急列車として、運行を開始した。 これはこの時登場した12往復の機動車、特急列車 FT2 区の一つであった。1954年夏のダイヤ改正からは、この改正で新設されたドルトムンとオーステンデ間の、開通区サフィールとケルン中央駅で接続するようになり、フランクフルトとベルギー、さらにはオーステンデから、船舶連絡でイギリスを結ぶ役割を担うようになった。 1956年6月3日には運行区間をフランクフルトアムステルダム間に変更して国際列車となった。1957年6月2日の T 発足と共にラインマインは T の1列車となった。この頃フランクフルトアムステルダム間の所要時間は5時間50分台であったが1960年には5時間10分台にまで短縮されている。 1958年6月1日からは T ・サフィールが運行区間をフランクフルト・オーステンデカンに変更したことに伴いアムステルダム行ラインマインはフランクフルト・ケルン間でサフィールと連結して運転されるようになった。ただしフランクフルト行のラインマインとサフィールは別の列車として運行された。1959年5月31日のダイヤ改正で サフィールがビースバーデン経由に変更されたことにより、この閉結運転は打ち切られた。1966年にオーバーハウゼン・アーネム間が電化されたことで、ラインマインの走行経路は全線電化された。これを受けて1967年5月28日から、ラインマインは電気機関車牽引の客車列車となった。1970年には、 フランクフルトアムステルダム間の所要時間が5時間を切り、標定速度は時速 100km に達した。1971年夏のダイヤ改正で T の列車番号の付け方が変わり、ラインマインはそれまでアムステルダム業が奇数、フランクフルト業が偶数だったのが逆となっている。ラインマイン、バンベートーベン IC1 号線、T レンブラント IC2 号線 IC3 号線、IC IC4 号線1971年9月26日のダイヤ改正で西ドイツ国鉄はインターシティの創設を中心とする長距離列車網の改革を行い、ラインマインなどの T も西ドイツ国内においてはインターシティ網の一部と位置づけられるようになった。アムステルダム発のラインマインの終点はボンに変更された。フランクフルトへ分けるん、または ボンで後続の T サフィールへ乗り換えが必要となり、所要時間は直通の場合と比べ8分増加した。これは、ボン・フランクフルト間の乗車率が低かったため、サフィールとの重複を避けるとともに、車両を国内インターシティと共通の運用として、効率を上げるためでもあった。フランクフルト発のラインマインは、フランクフルト・ケルン間で IC2 号線の一部とされた。ただし、 IC2 号線は本来、フランクフルト・コブレンツ間は、ビースバーデン経由であるが、ラインマインとフランクフルト行、サフィールのみは、例外で、マインツを経由した。ケルン中央駅では、IC2 号線のポルタ・ベスト・ファリカ及び、IC1 号線のパトリツヤへ乗り換えが可能であった。1972年5月28日からは、列車名が、バンベートーベンと改められた。 変わったのは名前のみでダイヤや使用車用列車番号はそのままである。1976年5月30日にはアムステルダム発のバンベートーベンの時刻が約2時間繰り上げられ終着駅はニュルンベルクに変更された。ケルン・ニュルンベルク間のダイヤは IC2 号線のインターシティアドラーを置き換えるものであった。 リースバーデン中央駅とフランクフルト中央駅で2度の方向転換が行われた。1978年5月28日から西ドイツ国鉄は IC2 号線の IC の一部に二等車を連結するようになった。アムステルダム発のバンベートーベンは T 扱いなのはフランクフルトまでとなり、フランクフルトニュルンベルク間は二等車を含む同盟のインターシティとなった。 ただしアムステルダムからニュルンベルクまで直通する客車は1両のみであった。1979年5月27日からバンベート弁ベンは全区間で2当車を含む列車となり T ではなくなった。運行区間は双方向ともアムステルダム、フランクフルト間となったがアムステルダム発列車はビースバーデン経由、フランクフルト発列車はマインツ経由なのは T 時代と同様である。 1983年5月29日のダイヤ改正でオランダドイツ間の国際列車が再編された。この時バンベートーベンは廃止され、ほぼ同じダイヤを IC、レンブラントが引き継いだ。バンベートーベンという列車名は、その後以下のドイツ国内インターシティに用いられている。2002年からアムステルダムフランクフルト間には、ケルン、ラインマイン高速線経由の直通アイスが、 運行されている。2009年から10年冬ユダヤでは、アムステルダム中央駅とフランクフルト中央駅の間に約6往復のアイスがあり、その他にフランクフルト空港駅経由のアムステルダム、バーゼル間のアイス1往復がある。アムステルダム中央駅フランクフルト中央駅間の所要時間は3時間56分である。T 時代のラインマイン、バンベートーベンの停車駅は、 以下の通り、VT11.5 系機動車1953年の運行開始時から、ラインマインは西ドイツ国鉄の VT8.5 系機動車を用いていた。1957年6月2日の T 火時には、T 専用車両である VT11.5 型に置き換えられる予定であったが、製造が間に合わず、VT8.5 型がそのまま用いられた。 VT11.5 型が用いられたのは同年12月1日からである。VT11.5 型は7両編成、または8両編成で用いられ、一つの編成がフランクフルトアムステルダム間を1日1往復した。1967年5月28日から、ラインマインは電気機関車牽引の客車列車となった。客車は1962年以降開通区。 ラインゴルトなどに用いられているのと同じ形式のもので、西ドイツ国鉄担当の T 及び後のインターシティの標準的な車両である。フランクフルトアムステルダム間を直通するのは一等コンパートメント車一両、一等解放座席車一両、食堂車一両の三両で、西ドイツ国内のフランクフルトエメリッキ間では一等車二両が、これに加わった。曜日によっては、 フランクフルトボンカンでさらに3両が増結された。アムステルダム発着の車両は T レンブラントと共通の運用であり、フランクフルトアムステルダムミュンヘンアムステルダム、フランクフルトの工程を2日で一巡にした。1971年9月のインターシティも創設以降、T ラインマインの客車は他の T やインターシティと共に複雑な運用が組まれた。 例えば1971年から72年冬、ダイヤではアムステルダム発着の客車3両は以下のように5日周期で運用された。ドイツ方面域では1976年にアムステルダムニュルンベルク間を一等車2両が直通するようになったが、1978年からは同区間の直通車両は1両のみとなった。またこの時は、 アムステルダムへメリキ期間で西ドイツ国鉄所有の郵便車一両が並結された。1978年からはフランクフルトニュルンベルク間で西ドイツ国鉄のインターシティ用二等車を含む編成となり、1979年からは全区間で二等車を連結した。なおこの時もアムステルダム発着の一等車はティーレンブラントと共通の運用だった。 アムステルダムエメリヒ機関では、オランダ国鉄の1100系、または1300系電気機関車が、ラインマイン、バンベートーベンを牽引した。エメリヒ以南では西ドイツ国鉄の E10.12 型電気機関車が用いられた。1971年からは、西ドイツ国内では103型電気機関車が用いられることもあった。ありがとうございます。